こんにちは、速稼塾の久保です。これからですね、この辺にですねピクチャーインピクチャー入れてみますんで、ちょっとご覧ください。はい、いかがでしょうか。こういう風に出るわけですよね。これはですね、動画編集ソフトを使わなければならないんですけども、まあ Windows にもそれから Mac にもですね、最初から動画編集ソフトって入ってますんで、それでやればいいのかなと思います。その他インターネットで探すと無料の動画編集ソフトもね、山ほどありますし、動画編集ソフトを買ったにしても、まあ1万2万出せば十分なのがあります。機能が使い切れないのが。 Mac 版だとね、5万円ぐらいするファイナルカットっていう有名なやつがあるんですけども、まあ、どっちにしてもね、今は本当に安いですね。パワーディレクトっていうのを私は使ってるんですけども、これ使ってからね、もう6年7年になるんですけども、これも表現力がかなり豊かで、全然使いこなしてないんですよね。私はものすごく動画簡単に撮ってますんで、そんなに編集とかをやってたのは、ガンガンね、何十万何百万みたいな商品をセールスしてるローンチをやってる時ですね。プロダクトローンチをやってる時は編集しまくりで、音楽つけまくりで、効果音出しまくりでね、もうガンガン売ってたわけですけども、今はセールスするつもりがないんで、本当に緩やかにやらせてもらってます。ということで、ピクチャーインピクチャーすると、すごくね、演出効果が高まるんで、見てる人をその気にさすとかね、それから、たくさんの方を呼ぶっていう効果はあります。で、一定の説得力がつきます。まあ、ですので、やってみてもいいのかなと思います。特にですね、チャンネル登録とか、再生数が、いまいち振るわないな、でも、早く、なんかね、収入源にしたいなと思う方は、編集をやるっていうのも、まあ、いつもじゃなくていいんでね、手間がかかりますんで、たまに編集バージョンも出してみるのはいいんではないかなと思います。おすすめするのは、自己紹介の動画を3分ぐらいで、編集とか効果音込みで撮ってみるってやつかなと思いますよね。では、その辺もね、私も、いくつかね、自己紹介動画を出していこうかと思いますんで、その時まで、まあ、お楽しみに。それでは、失礼します。